高橋由一チャンネル。中国シャドーバンク大手中食が破産申請、不動産危機で急転落って出てましたが、まあいよいよあれだね、うん、その不動産会社の話から、はい、このそこに資金を出してたシャドーバンクまで来たって感じだね、はい、シャドーバンクで、シャドーバンクって何かっていうことをちょっと言っとくとね、はいはい、バンクじゃないんだよ。ああそうなんですね、だからシャドウだからね、はい、あのバンクじゃないって、バンクっていうのは、預金を受け入れてそれを貸し出すっていうのが普通なんだけど、はいはい、シャドウバンクはバンクじゃないから、はい、バンクじゃないんだけどバンクと似てるっていうんで、まあ日本にも結構あるのはあるんだよね、え、うん、だってお金を受け入れてどっかに貸し出すとかそういうんだと、はい、貸し付け投資信託なんかはそうなんだよ。あ、投資信託、貸し付け投資信託、うん、そうそうそう、それは似てるのは似てるんだよ、ね、あそうなんですね、うん、それとあと、まあ、ノンバンクっていうのもそうだよね。あ、うん、だから中国の場合はさ、はい、このシャドーバンクは結構もうガンガンやっちゃってて、はい、不動産にどんどん資金を流したわけよね、うんうんうん、でだから大変なんだってことなんだけど、なるほど、中食企業集団とかいう言い方するんだけど、はい、これはまあ日本語読みたらそうなるしかないんだけど、はい、英語読むとゾンジーとかゾンジーエンタープライズグループとかいう言い方だよね。へー、ゾンビーって私最初聞き間違ってしまった。ゾンビーって、はい、すげえ名前だなと思ったら、いやいやゾンツィーですって。ゾンビーだと死んでも死ねばまたやってきますよね。そういう感じかもしれないかもしれないよね、はい。これ大手のシャドーバンクっていうことでも結構有名なんだけど、シャドーバンクの話になるとね、うん、はっきり言うとね、分かんないんだよ。データも何もないし、中国は全然出さないしね。はい、だから一回あれで、ね、中国が IMF のコンサルテーションっていうのはあって、はい、IMF 職員がこの回でしょって言ったらさ、中国違う違うって言うんだよ。全然さ数字が出ないからさ、 IMF の職員も怒っちゃったことあってね。へ、でもね、このねシャドーバンクのこの中食でゾンジーエンタープライズグループっていうとまだちょっと分かりやすいところなんだけど、はい、地方融資平台っていうのがあってね、これね、はい、地方政府が、はい、これと似てるのたくさん作ってるんだ。へ、そっちはもっと分かんない、ね、政府が作ってるんですか。地方政府が、地方政府が子会社で作っちゃう。へー、だ日本でいうとね、地方政府が第三セクター作って、はい、そこでお金をしこたま集めて、はい、どっかにお金を流す、そんな仕組みに近いな。そんなのありなんですか。そんなのありなんだよ。だからちょっとありえないんだけどね、はい、普通の国でありえない話になってて、はい、そこがもうさ何千億円っていうさやつだから、うん、これシャドーバンクはこういうふうに破産申請で、これ本当に破産になるかどうか知りませんよ。だからこの番組年次言うけど、破産させないんだからさ、そうです、どうなるか分かんないけどさ、実態はそうなってんだけどね、はい、実際、でもそういうのの、これ氷山の一角だから、うん、地方融資平台っていうね、地方政府の話までね、波、は、及、い、したらもう目も当てられないよな、そうですね、これは。はいはいはい、どうしちゃうのって感じになるけど、はい、これが今の地方、あれだよ、あの中国経済の、うんうん、あの実態ですよ。ダメだよこれ、うん、でも絶対にダメだから、はい、これね、はい、まあしょうがねえな。だから中国経済はもうガタガタになってるのは間違いないよね。そうですね。これでも今後どうなってこれ、ね、破綻させないと、だからもう話にならないって言ってんじゃん。だから まず根っ、この不動産会社の破綻をきちんとやる、はいはい、そうするとそれに応じてそこに融資してた人も破綻するんだよね、はい、そうするとこのシャドーバンクとかそういうのも破綻になって、はい、あと地方融資平台って言って、はい、地方政府のやつも破綻になってって、そういう風な形になると思うんだけど、破綻だらけになって、そうしょうがないでもしないと全然分かんないままずっと続いて、このなんかゾンビみたいなのがたくさん出てきて、そんなのが分かんない、はい、それだと取引できるわけないじゃん。うん、これじゃあ破綻しないままいくとどんどんその悪い部分も広がっていくみたいな、分かんないからね、どん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 取引はもうなくなるよ。あ、疑心暗鬼になっちゃってできないから、そうなるともうお金全然回らないっていう、お金回らなくなるよ。うん、うん、そうすると本当に破綻するんだけど、ゾンビだからさ、はい、破綻してんのに破綻してないとか、はい、わけわかんないな、こういうのは。へ、でも
破綻するってなるととんでもない破綻の数になるか、習近平は嫌だって言ってるって感じですか。なってんだけど、だからねゾンビを殺すか殺さないかだけなんだよ。ゾンビを殺すだからさ、それはさゾンビなんだからさ、はい、もう元に戻らないんだからっていうふうに思うかどうかなんだけどね。なるほど、ゾンビは生きてるんだと言ってるに近いんだけどねなんかそんな感じではありますよね、うん、でもゾンビはゾンビなんだよもう、はあ、うん、まともじゃないから、はい、これゾンビはねあれだよね、あのもうすぐね、うん、あの殺してね、はい、あれだよ、まあ、あの安らかになってもらった方がいいんだよなるほど、ね、うん、そんな感じなんだよね今ね、うん、そうするとゾンビがたくさん歩いてんだけど、これ生きても生きても、はい、無理だろうってことで生きするのはって、うん、そんな感じになるよね少なくとも私にはね、はい、だから中国政府はどうするのかね、これだって何をそうで、ゾンビ生き返るかだと思ってるのかもしれないけど無理だよ。これはじゃあ一回オープンにして全部そういう風にした方が後から外資がもう一回戻ってきやすいっていう感じですか。もうそう簡単には戻んないと思うけれどまず不動産会社のところをきちんと破綻整備する、はい、そうするとそれに応じてそこにお金貸した人も破綻になる、はい、大変だよ。大変ですよね、うん、だからそういうのがもう大変だから嫌だって言って、うん、現実に背けてもゾンビなんだよまだそうか、現実見ないで嫌だって言ってる。嫌だって言ってもゾンビだよ間違いないよ。そうですね、これ規模で言うと日本のバブル崩壊の比ではない。日本のバブルの時に、はい、まあ、損失っていうのが、はい、大体100兆、100兆だ。その時の GDP ってのは500兆、日本500兆だ。まあ、大体 20%、はい、20% っていうのはね、いろんな世界の中のバブルで見た時に、はい、まあそれほど大きくはないし、あ、まあ、結構標準的なところ。そうなんですね、うん、でもね中国の場合はね、このシャドーバンキング含めて地方の融資平台だと、はい、3000兆とか言われてそうするとね、地方の GDP っていうのは1500兆、はい、もうこの数字はインチキかもしれないけど、ね、はいはいはい、インチキかもしれないけど、その数字を正しいのって1500兆、2倍。そうなんですねちょっと大きすぎて。なるほど、大きすぎて検討がつきません、はい、というぐらいに、はい、インパクトが大きくなる可能性があるよね。世界的にもかなり例がないぐらい。いや、ないね、これは。あ、そうね、どこでも大体 GDP の2割程度だよそうなんです。ああ、桁違いですね。桁違いだから 2倍なんてな、そんなちょっと10倍じゃ ん、 うん、そんなちょっとすごすぎるよ。なるほど、ね、だからこれはね、あのものすごく大きなインパクト、本当に真面目にやったらね、はい、インパクトあると思いますよ。進むも地獄、とどまるも地獄って感じです。でそれでもね、ゾンビに囲まれてね死ぬのがいいかってことだよそういうことですね中国の習近平さん自体がね、はい、経済なんか音痴だから国家安全があればいいと、はい、経済全くダメらしいんだよね。あ、やっぱそう。だからもうどうしようもないね、このね、こうなるとね。あ、なかなか逃げるにも逃げにくい感じだね。日本って、日本逃げなかったらゾンビが周りに囲まれておしまいだよゾンビに周りに囲まれて支持進むのがいいか、はい、ちょっとでも逃げて、はい、ゾンビに囲まれないのがいいか、そのくらいのことだよボケっていうんですよ。これが実態なんです。国民が守れない、日本が守れないということにつながる。自国を守るのは自国でっていうことになるかもしれないよね。そうです。